ね、俺の髪なんかこんなんなってんねん。後ろの画像ちょっとヒゲのやつにしてください。あ、そうやな、確かに。今日こいついない。そうそう、今日この人いない。そうだ、しかもこの人いないし、パール休みだし。ああ、確かに確かに。シャツも出るって今出てるけど、俺ショッツ。いやいや、これショッツだよ。これショッツ、決してパールの従業じゃありませんよ。アイパーみたいに見えるけど、これ一応コーンローアンデルんですよ。アンデルなジョリー。左の人やばい。左の人やばい。左の人なんかこういうさ、メガネかけてこういうコーンローにしてる人さ、海外のアーティストのさ、ジャケットでなんか、あ、そう、あるある。これ映画館のやつやん、これ。そう、なんかこれアイマックスの映画、これ映画のやつでしょ。3D メガネでしょ、これ。なんか誰かが、多分どっかのホストが持ってきたんですよ。3D メガネですね。俺あれ似てるって言われる。ワイルドスピードのメガホン持ってるやつ。わからねえ、俺ワイルドスピード見てないですよ。リュダクリスって。見たことないですよ、俺ワイルドスピード。いや、本当に。マジで。本当。なんで？見ようや。一人ちゃうやん、落ちるわ。なんで落ちる？待って、栗きんとんなんで一人じゃないと。俺が一人だと、あ、二人でちゃうやん、落ちるわ。なんだよね、栗きんとんさん。嫌いか、俺のこと。自分なんなの？いや、ちゃうんですよね。いや、自分で合われへん。自分であ、タイトルコール一応しないといけないですよね。そっか。まだパパラパラのままですけど、一応じゃあ言います。はい、じゃあレイト&ショッツの隣のおひげさん映像バージョン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。目立つじゃんと思って、そういう感じや。そう、なるほどなるほど。ってことで、なんで俺の名前そんなでかいんだよ。そうだ、確かに。なんで俺 MC のとこの俺の名前でかすぎるだろ。そうやね、前からハゲていくタイプやと思う。じゃ多分ね、右からハゲていくタイプ。この辺から、そうこの辺から。いや、俺もともとデコ広くてデコっぱちで、なんかよくわからない組み合わせになってんな。いつものショッツさんだったら別にいつも通りですけど。そうやで、こんな感じやで。俺今日どっかのヤンキーと出てるみたいな。いや、どっちかやったらテーマはギャングスターのマフィアのギャングスターみたいな感じや。それ帽子はあればいいですね。帽子、キャップとかあればいいですね。なんかあったらいいなんかね。そうそうそう、こういう感じでちょっとクリス・ブラウンみたいな感じでやりたい。こうなんかここにこう、そうそうないですね。どっか行って、あれまあええか。じゃあまあ改めてね、そう、本日はお盆休みだよ、あ、パールお盆休みだよスペシャルということで。どうもどうも。ほんとね、パールはまあ悪いし、おっさんに見える。柄悪いかな、俺。だからまあ、なんかあれじゃない、日本ってさ、コーンローっていうもの自体に文化があんまないんで、馴染みがないんで、なんかそれやってるだけでなんかヤンキーギャングみたいな、そうそうそう、なんかそんな感じになるんじゃないですか。そうね、怖いって、絶対怖いって思ってないでしょ。そう、絶対怖いって絶対思ってないからね、この人。そうやね、何にも怖くないからな。まずおでこ広いと頭いい言うよね。そう、そうなんだ。そうなんや。でも全然頭見てるよ。悪いけどね。み誰？あっとみ。あとなんかつかないですね、小手半は。これ止まってない？これ。小手半なんかついてる人とついてない人いるんだよね。ショッツの色が怖いって言ってんの君か。え？デコ出してほしくない。どういうことやねん。なんでデコ出したらあかんねん。じゃあなんでなんで？じゃあなんかここだけモザイクかけて、フルちゃん。それ言ったらショッツ動けないよ。じゃあこうしとくわ。こうしとくわ。あ、本当に天球なのにありがとうございます。いやいやいいんですよ、僕。これでいい？僕はいいんです。やることないからね。でも初めて久々かもしれないですね。俺こういう大型連休で歌舞伎町の中に入ってきたの。なるほどね。うん。ショッツ嫌いかって嫌いって答えたらいいの。あ、振りかと。振りかっていうね、話だと思いますよ、これ。それはもう本能のままにお願いします。じゃあなんか、お題、さっきの続きいきます？ああ、そう、何やったっけ？なんだっけ？そう、理想の彼女？こういう、理想の彼女。理想でいいやもん。あ、理想か。理想でいいよ。理想と妄想は結構なんか紙一重みたいなところがあるから、理想と現実は違うって言うけど、理想と妄想って比べる？比べへん理想と妄想。レイタさんって呼んだらいいのか、レイタって呼び捨ていいのかわからない。いや、任せましょう、そこは。そこはご自由にどうぞ。どっちでもええやろ。だからもう協力っていいから。協力はいいから。でも協力っていう言葉で唯一、まあ協力って言葉が出るとしたらやっぱモンスターハンターやってるとかね。その売り上げ上げようとかはないの？いや、そういう協力はあります。店とかあるっしょ。でもやっぱ嫌いなんですか？やっぱね、協力って言葉は信じられないね。なんか違うなって思うんだ、協力ってね。マジで？でもうちは協力しないと何にも前に進まないです。だからそういう職場で働けばもしかしたらそういうふうになる。あー、なるほどね。協力して協力、うん、まあちょっと協力っていう言葉ちょっと俺一回辞書で調べてからまあ考えますわ、協力について。あ、どういうあれなんやろうね。確かにどういう意味なん？なんかほら、みんなが思ってる真意とはちょっと違うよ。絶対違うと思うんですよ。あー、違うと思う。だって協力する協力するとか言うんですけど、協力の協ってどんなんやったっけ？10書いて、力力力。ああ、そうか。今字間違えたでしょ。あれ、月？あれ、月って何やったっけ？いや、めっちゃ書いてるじゃん、コメントに。見てください、ちゃんと。それな、12力力。今ググる？今ググるでしょ。だから、力と力と力をプラスするっていう意味でしょ？プラスの意味ですかね、協力。まあ、絶対プラスじゃないと思うけどね。さすがに英語じゃないと思う。協力。坂月さんは坂月さん。下の名前で呼べない。ちなみに坂月玲太って本名とかかすってるんですか？全然かすってないですよ。あ、全くかすってない。これどういう感じで源氏名を決めたんですか？これこの場で言っちゃう？あかん？パールとかね。いや、本当は坂月玲太なるはずじゃなかったんですよ。ほうほう。何になる予定だったんですか？リオレイタ。リオレイタ？リオレイタ。それはこっちの方がええわ。でしょ？何リオって、あのリオ？いや、その多分AV 女優のリオ。ちげえわ。ちゃうわ。どんだけ好きよ、俺。リオってどういうこと？今コメント来ました。リオレウスって来ましたよね。あれ、モンスターハンターのね、モンスター名でね、リオレイヤーっていうのがいいんです。リオレイヤーって、メスのドラゴンがね。で、その時前の店の従業員の先輩なんだけど、みんなでずっとモンスターハンターはその時数字とかね、そういう昔の時やってて、それでもうこうやりながら、あ、お前も、なんかその時は幹部になったら名字つけれるみたいな。ああ、うちの店がね。なるほど。それまだレータだけだったんですよ。で、ものすごく幹部だねみたいな話されて、で、名字何がいいみたいな話って言われて、なんすかね、何も決めてないですって言ったら、いいじゃん、ちょうど今やってるから、リオレータでいいじゃんっつって、今度やりながら、PSP でやりながら。そんな感じなんや。で、それにしようかなと思ったんですよ、最初。で、その名前にしようとしたら、ヘルプでついたお客さんが「名前何すんの？」って言われて「あ、リオレータにしようと思ってる」っつったら「なんかそれだとリオっていう彼女いるみたいだよ」とか言われて「なんなん？」何してもそれ言われんじゃんじゃんと思いながらも、なんか結果その話がお流れになって。ああ、なるほどね。ほんでそれでなんとなくその「月」っていう字使いたかったから。ああ、なるほど。だからなかなか補足とか見てなかなかない。あ、確かに。誰もおらんやんね、多分。あんまりないですよ、この坂木。確かにおらんやん。一人だけいたんですけど、そう、俺ね、これね、今、協力っていうことをね、流そうとした理由ね、ある目的に向かって力を合わせることって、まんま普通じゃねえかと思って、全然つまらんと思ってさ、なんかもっと、なんか俺も調べたんですよ、全く一緒やん。全く一緒すぎて、そうなんや。全く多分みんなの、ね、頭に思ってる協力っていう言葉の意味なんかサイバーレーターうるせえや、サイバーと一緒にすんな、バカ野郎。なるほどね。それと全く当てはまりすぎて、これ俺が拾ったら俺がバカを見ると思って俺がこれ協力に対して言い始めたらそういうことね。意味は分かんなくなっちゃうからね。一つ気になること言っていい？いいですよ、どうぞ。もううちのスタッフ見て、これゲストってもうスペル間違ってるし、いいという逆じゃねえやね。ゲストゲスト誰やねん俺。ゲストちょっと待って、ゲストゴーストみたいな感じですね。天然かゴーストゲスト天然なんすよ、あの人ほんまに。ちょっとそれもそれで面白かったね。なんから結構天然でね、俺そこまで見なかったから言われてなんかおかしいなと思ってて、なんか字がおかしいかゲストそうそう、あ、全然またやっぱり話飛ぶね。飛びますよ、ほら。ねんけど。どっから飛んだわけ？協力からだよ。そうやって、もう協力のせい、もう協力嫌いだったわけですよ。協力、ほら、みんなね。協力嫌いやっていけばいいんだよ、こうやって。みんなで嫌いだろ。ダーリンとか言うから、レータさんごめん、ちょっと落ちる。いってらっしゃい。いってらっしゃい、いってらっしゃい。そらいってらっしゃい。自分に名前が2つあるってどんな感じ？いやね。ああ、確かに俺、あ、でも俺もショッツやわ。ショッツでしょ？本名はケンジやし。どんな感じ？でも結構歌舞伎町の人は片方の名前しか呼ばれないから。いや俺もでしょ、ショッツしか呼ばれない。でも俺もレイタしか呼ばれないから、なんか今更逆に本名の方呼ばれて反応に遅れるっていう。ああ、え、でもペットの名前考えて採用するかわかんない。いやいや、だからそのじゃあペットのね、写真をね、俺かショッツに送ってくれよ。それを見て、この上のアットナイトでもいいし、あ、そうそうそう、その上の、この上のおひげさんステッカー欲しい人のところでもいいし、なんでもいいんだけど、写真やっぱ見てからじゃないと顔、名前決めれないですよね。それもこの番組で出すからちょっと送って今。だってペットって何かわからんもん。なんかわからんすよ。ヘビかもしれへん。ねえ、やだよね。だってじゃあチョコでって言ったらさ、ヘビなのにチョコって。そう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 。カメレオンとか。カメレオンとか。後で文句言われても怖いし。まあ犬か猫か。なんだろうね。そうそうそう。あ、ペット、あれこれなんでこんな止まんの？すぐ。めっちゃうざいな、これ。ああ、ペット、うなぎ？あ、じゃあ、ペット飼うなら何がいい？僕、犬飼ってるのやっぱ犬ですかね。まあ、俺も犬かアヒルかな。アヒル？アヒル面白いね。アヒルがまた面白いんですよ。いや、アヒルは無理だな。7年ぐらい育てたんですけど。7年も結構育てたんですか？俺言わんかったっけ？聞いてないぞ。家で弱肉強食の世界を見たみたいな話してなっけ、俺。アヒル飼ってて、その時に買ってたブラックバスを大事にしてたのに、水槽変える時にアヒルに食われたっていう。出たアヒルで聞いたら言うな。ほら、聞いてるやろ、ほら。アヒル美味しいよね。知らんがな、食ってへんわ、俺。アヒル肉食ったの？いや、食ってへん。弱肉強食？卵は食った。卵食ったんだ。卵めっちゃ美味しいよ。結構でかくて、これぐらいあるかな。結構でかいんだね。これぐらいあって、中は2つ入ってた。黄身が。へえ。そうそう、俺さやな、7回も言ってるやんな、やっぱり。俺多分聞いたん、あれ覚えてないだけかな、俺。多分犬は何犬が好き？犬はやっぱチワワ飼ってるから、チワワかな、俺は。ああ。でも、でかいの欲しい。俺もでかいの欲しい。でもなんか今、ブッチがいるから、ちょっとでかいの飼えないな、とか思うけど、もし今何も飼ってない状態で犬が欲しいって思うとしたら、やっぱゴールデンレトリバーとかいいなって思う。ああ、俺グレートピレニーズ。知らねえ。知らん？白のさ、歌舞伎みたいな顔してるやつおるやん。真っ白のでかいやつ。ジョリー。ジョリーちょっとマニアック。ハスキー。ハスキーってアホらしいで、でも。あ、らしいですね。ハスキーと自分の家もわかんない。ドーベルマンはアホらしい。ドーベルマンアホなの？ドーベルマンってめちゃくちゃアホらしい。え、じゃあなんで警察犬になってんの？警察犬はシェパードだ。あ、シェパードだった。ドーベルマンは。あ、ショッツに写メ送ったって。え、うせやん。俺に？本当それ。ほんまや。ほんまに来た。マジで？マジで？ちょっと待ってや、起動そう、マジで。えっ、ヘビやないか。え、なにこれ、え、なにこれ、これなに、これなんなん、これなに、これ、これなに、土の子。え、これ出して、え、なにこれ、え、これ出すのはまずいでしょ。あかん、出すのはまずいでしょ、これ。え、これなに、これなに、なにこれ。え、だからヘビにしたら短くね。でも顔ヘビっぽくない？なにこれ、土の子やろ、これは。待って、なんか聞いてないですか？いや、画像だけだ、ほんとに。画像だけ聞いてよ。いや、この場で動物聞いてよ。え、これ、あ、これ、動物聞いてよ、これ。これ、何？これ、何これ？え、なんなんこれ？え、赤線インコ？あ、ちゃうやろ。ピッチーくん、かわいい。土の子いるの？いや、ほんとそこで土の子じゃないでしょ、さすがにこれ。いや、でもこれは、何これ？あれ、でも手ある？なんか足みたいなやつがこれ、あれ、なんか何これ、え、これ皮、何これ、足、手、あ、でも手、ほら、あ、でもこっちないな。レオパード月光月光。ええ、こいつに名前つけんの？待って、これ何がいいかな、何やろう、バナナ。いや、何言ってんの。バナナでいこう。バナナ。バナナで。ちょっと可愛くない？バナナ。バナナで。結構俺も最初可愛い、結構でいいやんって思ったけど、なんかバナナぐらいの方可愛いかなと思って。最低ってきたね。最低もらいましたよ本当に。バナナダメ？うん。えダメバナナ。可愛いよ。バナナめっちゃ可愛くない？バナナっぽくて。ちょっとひどいマジでバナナダメだ。うっそ。じゃあどういうのやっぱ聞いてなかったわ。かっこいい系がいいのか可愛い系がいいのか。名前そこやわ。それそっちだ。それこっちじゃないよね。こっちだわ。こっちの方が早い。こっちの方が早いな。なんだろう。かっこいい系か可愛い。それ知らんとね。系かどっち。バナちゃん。バナちゃんとか意外とウケいいよ。どっちが良いって送っときましたね。それがどういう動物、あ、そうやね。分からんねん。なんて言ったらいいか分からへんねん。ちょっとレオパード月光の画像を、あ、そうやな。調べてもらって、一回背景に。背景にそれか。背景に、レオパード月光を。レオパード月光をちょっと検索してもらって、後ろにじゃあ。そしたら皆さんも一緒に考えれるじゃん。そうやな。今日こういう回レオパード月光の名前を付けましょうの回みたいな感じで。ほんまにスタッフ仕事してーって言われて。オス、メスかも聞いてないですもんね、僕。あ、確かに。どっちなんやろ？オス、メス？バナナちゃんダメ？バナナ。可愛いと思ったんだけどな、俺センス出てんのかな？オス？あれ？けへんの？オス？メス？これ既読スルーなってんだけど、ずっと。今、でも書いてるかもしれない。バナナはな。ヘビじゃないんだ。なんなんやろ？バナナはダメか。じゃあまあ違うの考えましょう。あ、でも俺爬虫類とかオッケーな女の子もいいな。爬虫類オッケーな子がいい。てかもう別にそういう動物とかになんか全然オッケーみたいな。キャーみたいな言われても。もうねゲストのスペルは直ってなくていいんだよ。でもなんとなく人間っておかしいよね。読めるから。人間ってなんとなく読めるから。もうゲストって呼んどるかな。呼んでるもん。じゃあもうええやん。なんかトカゲみたいなやつだけどなんかヘビっぽかったですね。うん、なんかヘビっぽかった。これは。でもヘビよりなんかちっちゃかったからね。スタッフ直す気ない。直す気ないよもう彼は。え、爬虫類もオッケーな子がいい。そう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 。別になんかまあ別にいや。俺ね爬虫類オッケーでもいいんですよ。俺苦手だけど。あ、そうなんや。見てるの可愛いですよ。ショーケースとかでこう見てるのは好きなんですけど。いざ出てこられると俺ファーってなる。ほー。俺の連れでトカゲ飼ってるやつおんねんけど。へー。あれ双子ヒゲトカゲ。あ、そう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 。よくわかったねそれ。いやそれしかないでしょ。飼うなんて。それ。なんとかトカゲで、ま白でなんか結構トゲトゲで、触ってもなんか別にぬるぬるじゃない感じ。そうなんだあれ。で結構硬いねんけど、まあええやんあれと思って。虫とかポン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 入れるだけで食べてくれるし。いや俺ね、問題が虫を入れるっていうのはできないんですよ。え？虫触れないからね。俺虫触れないからさ。え、なんか結構無理じゃない？海無理やし、虫無理やし。変わるのか？変わるのか？これ変わるのか？レオパード月光くんのか？あれ？あれ？月光さん？あれ？月光さん？月光さん？小学校の時の友達がトカゲ飼ってた。小学生だからね、なんかそんぐらいなんか触れても。爬虫類いける女の子いいかも。ああ、そうやろ。ああ、でもカエル好きな女の子はそんな好きじゃないな。カエル大っ嫌い。カエルのキャラ好きだけど。あれこんなんなん？あれ違うやんこれ。さっきとちゃうやん。え、これ本当にレオパード結構ですかこれ？はい。あ、レオパードっていや柄なんだ。じゃあさっきのはまだオスメスの判別ができない。あ、そうなんだ。和名はヒョウモントカゲモドキ。どっちやねん。トカゲかモドキかなんか分からへん。あ、ほらこいつあ、脱皮してんねや。ああ、脱皮です脱皮。やかってそれ今見たままやんそれ。これが本来はこいつってことやん。やだ俺この顔ここにあんの。にゃーみたいな。いやーみたいな感じやな。なんやろうな。なんだろう。これならいける。これならでもなんかちょっとなんかねだんだんこの画像を見てる限りちょっと可愛く見えてきた。じゃあメッシ。メッシ。サッカー選手。なんで？メッシっぽくない顔。メッシが可愛い。エムボマじゃないやろ。エムボマではないな。その結構。ジダン。あ、ジダンね。ちょっとジダンだとちょっとあのままのジダンだからちょっと可愛くジダン。目が嫌い。そう特徴はねやっぱレオパード柄で目が目ペラペラしゃーのみたいな。結果さ、かっこいい系なのかわいい系なの両方ってさっき言ってたで。あ、ほんと。でもオスメスまだ判別できないらしいんで。そうやねんな。だからオスでもいけるメスでもいけるような名前でアキラとか人オスでもメスでもいけるかなっていう。ああ、要するにこれでもトカゲなんですね。そうそうそう、トカゲらしい。この子トカゲなんだね。そうそう。あっ、月光とか言うからさ、なんかちょっとそうなんです。なんか何が何だか分かんなかった。違うんかなと思ったけど、レオパード月光ってなんかかっこいいな。レオパードアキラなんでだよ。だからアキラなんでそんな好きなの。ちょっと待って、レオパード月光でその画像のさっきのさっきの飼い主さんのあの画像あるじゃないですかに近いやつをちょっと調べましょう。脱皮ちゃうねんて。違うの？カラーバリエーションがたくさんあるんだよ。カラーそれに近いカラー。あ、レインボーはダサいな。あ、これ近くない？これ近くない？あ、ほんまや。これやこれちょっと保存しよう。こんな色なんの？こんな、いろんな色あるじゃん。だってオレンジとかいます。オレンジとかすごいやん。ほら、いやこれええやん。あ、これじゃん。ちっちゃこんなんやん。こんなサイズ？あ、そんなちっちゃいの。レオパード結構でもなんかね、でも見方によってはちょっと可愛く見えるかもしれない。これはそうだね。ちっちゃ。俺もなんか爬虫類とか触れるんだったら、なんかレオパード月光とかこういうの買ってみたいなと思うもんね。あ、でも俺の知り合いのオカマが、あ、もろこれですね。あ、こいつや。この色だわ。すごいな、色。バナナじゃん。やっぱバナナでええやん。もうバナナダメ。男でも女でもいけるよ、バナナちゃん。バナナくん。あれ、名前レオパード月光やったっけ？レオパード月光。レオパードヒョウモントカゲモドキ。そうらしいよ。だからちょっと高そうだね。でも高そう。これいくらぐらいするの？これ高そうだな。お高いんでしょ？お高いんじゃないの？いや、この子多分でもいろんな寝顔かわいいよ。寝顔かわいいよ。ほんまや、かわいい。寝顔ちょっとかわいくないこれ？でもやっぱり爬虫類は嫌だ。あ、嫌なんや。いや、なんか俺爬虫類は触ってみたいなとは思うけど、いざその触るっていうふうになるとちょっと怖いっすね。怖いというか、なんかでも硬い感じはありじゃない？いや、硬いのかな、どうなんだろう。ワニとか。でもほんとね、俺は最初思ったんですよ。レオパード月光のレオくんとか月光くんとかと思ったんですけど、それじゃなんか命名の意味がないじゃない。誰でもいい。なんか別にこの番組で今じゃなくたって、別にレオパードってヒョウのことらしいよ。あ、ヒョウ柄ってこと？ヒョウ柄ってことでしょ。あ、そういう意味か。そのままやな。池上めっちゃおもろいやん。それ行こうや。池上くんで、もしメスだったら池上さん。そう数千円から数十万。これショップさんに送るんで、この寝顔の写真にしよう。白のやつ。そうやね。かわいい感じで。かわいい感じにしよう。あれ20センチあるって言ってる。20センチってこの前ちっちゃっ。ちっちゃいよ。でも俺らが思ってた手のひらサイズより大きいよね。これじゃあちょっとフルちゃんに転送しようかな。いや命名で人のね、人様が買ったね、レオパード月光にレイタって命名おかしいでしょ、それは。俺が嫌だわ、なんか。なんかごめんって思っちゃうわ。ジョージとかでええんちゃう？外人っぽく。もうみんなね、さっきからね、アキラって言ってからもう、日本語の名前しか出てこないからね、大久保とか。阿部くん。大久保めっちゃおもろいやん。大久保ええやん。そういう感じか。でも、さあ、今って、もうこの話の続きでいくけど、ドキュンネームの子ってめっちゃかわいそうじゃない？かわいそうっすね、あれは。あれはちょっとひどいよな。あれはかわいそう、実際。なんかいろんな名前あるじゃないですか。そう。なんで、まあ、ほら、光る宇宙って書いてピカチュウとか。そう。いや、あれって問題になったんやったっけ？あかんようになったんやったっけ？あれ OK 出たんやったっけ？なんか昔、悪魔くんかなんかいう名前が。悪魔とかダメなんじゃないですか。そう、あれはあかんかって、ピカチュウは OK 出たんやったっけな。なんかそんなんやったで。多分大死は多分やばいよ。変なトカゲになるからやめといた方がいい。なんだろう。でもあれなんかドキュネームは絶対つけたくないなってやっぱ改めて思うな。人の同級生ではそういうのいないんですけど、よくネットとかであるじゃないですか。ああいうのを見て勝手に反面教師としてあれダメだなっていう。ほんまにあかんと思うで。この前仰天ニュース。ガッキー飼ってんのこれ。あ、そうなん。ガッキーってガッキー？新垣さん？あ、そう。そんでこの前仰天ニュース見てて、女の人ってやっぱ結婚したら変わるやん。変わりますね、名字が。でそれで仰天ニュースでなんかタウンページを調べて変わった名前を見つけようみたいなので見てたら峰不二子とかいるんだ。かわいそうかわいそう。どうする。ガリガリでこういうこと言ったらしてたけど貧乳であんまりこうセクシー系セクシーさもほらちょっと可愛くない？寝顔寝顔可愛いよこれ。これは可愛いわ。これは可愛いよね。恐竜やんこれ。恐竜やんこれ。恐竜じゃないこれ。これは可愛いわ。これちゃんと巣の中で寝てるんでしょこれ。これはここら辺ほらここら辺ここら辺なんか巣っぽいじゃん。ここら辺ここら辺確かに。可愛いっす。これ洞窟とかでこれぐらいの大きさってめっちゃ怖いけどね。これこ今俺らがこれをもしこの大きさを目の前にしたら怖いっすね。めっちゃ怖い。だからこれ俺らがこれぐらいで後ろこれぐらいのでかさみたいなやつだ。ああもう新しくテラフォーマーズの始まりですね。これこそ模様が怖いってこと。危険でエース。うわああえマジでうわそのドキュンネームはやばいな。だってもうしかも早い段階で死ぬで。いやーね弟守ってねほんまに。だって弟できたらじゃあどうすんの。ゴムって書いてなんて言うんだよあれは。サボじゃサボサボかもしれない。サボかもしれないよね。 K 生やしたい。こいつにあでもこれが K やったらめっちゃちょっと触ってみたいな。これ、うん、これが K やったらよくない。黒いのが全部 N みたいな感じで K みたいな。あでも寝顔すげえ可愛いなと思う。キラキラネームは救急車とか乗った時に漢字読めないから大変なことになる。ああそらそうだよな。あそっか。一番嫌なのはなんかあれだよね。キラキラネームでとんでもない名前のくせに表彰されるって時に読み仮名分からずに、なんとか、うんみたいになるとすごい嫌だよね。なんか表彰されてんのに罰ゲーム受けてるみたいな感じがもう。いや、変わった名前の子って結構おるもんな。一つもある意味キラキラ。いや、俺これ本名ちゃうから源氏名はキラキラネームでいいんですよ。別に、源氏名なんで。じゃあ、要するにあれでしょ、その源氏名とかを本名にしちゃう親が多くなったっていうことですね。そうそうそう。要するにそういうことですね。そういうこと、そういうこと。まあ、坂月玲だと別にええけど、なんか本名でいたらね。でも坂月って本名でいるらしいですよ。坂月坂月月じゃないからね。それはおるやろ。でもめっちゃやろそら。でもなんかねレイタってのが本名だとお前親ホストって思っちゃう。なんでレイタはでもおらんかな。いないでしょ。おらんかな。多分いないと思いますよ。あレイタっておらんかな。あいそうでおらんかもしれんな。それレイナとか女とかいつも男でレイタとか今日めっちゃシュールやね。確かに。いやシュールでしょ。シュールやでだってその名前でだっておひげさんをそのままね持ってきたようなもんだからね。レオならいたよ。あレオは俺もうちもいた。大沼レオっていう先輩がいたな。レータさん惜しい番組を地図にレータさん声は聞こえてた。あれ彼氏と電話してたんじゃなかった。あれダーリーのとこに。お疲れ様です。元気くん、うわあ元気くんってではなんかいそういそう。昔おらんかった。なんとか元気ってやつ。いるいるいる。須藤元気。須藤元気。おったね。おった。でも元気ってやつはでもなんか別に。男の子生まれたらレイン。レインか。人間？こっちの話？これ？それともレインって人間の話？めっちゃ雨降りそうやんその子。やだよ。それで本当に雨男だったらママやないかいっつって。絶対雨降る。そいつが晴れ男なはずがないからねまず。だったらまあ太陽くんの方がいいわ。あ、太陽君はおるね。いるでしょ。誰や、あの子、モームスの昔の辻ちゃんの辻の旦那は太陽だ。辻のぞみのね。ウルトラマンやったっけ。ウルトラマンでしたっけ。ショッツで漢字は多分書けないね。ところって書いて三重県の県庁所在地の津の津ショッツみたいな。ショッツまあちっちゃい「つ」が難しいね。そうやね。もうどっちにせよ当て字になっちゃうし多分漢字で書くなんて考えたことなかったでしょうね。あ、レイン君後ろのらしい。あ、後ろの方ね。あ、レイン君ね。まあいいかもね、こいつ男の子、レインくんレインマンっていうなんかレインゴーのレインくん。あ、それやもしかしてそれええよ。矢口はやめよう。矢口はやめよう。どっかにいるやろ、こいつ。家帰ってきたら、ベッドギシギシ出したこいつ。でもそんなことあんのかなと思うわけですか。その矢口のあれね、なんか最初そのニュース聞いた時思ってた。ドラマみたいなことがあるんだな。ホンマに昼ドラみたいなね。なんで矢口俺んとこ来てくれへんかって。やめろアスカとか捕まっちまうから。必ず手に入れたいものは違うものだったみたいな違うものが手に入ってしまうからねそういうことで、とりあえず結果名前も何も決まらずに、はい、30分過ぎましたCM ですずっと俺のそばにいろ。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクたまんねえな。イオンインク。The largest program on YouTube in history. Which is it? Bombasta.計画に乗るか不可能だろ。楽勝だろ。限り話だよ。その通り。揃った。はいどうもー。パールってきましたね。ということで、あ、パールいいよ。パールか、マーシーで。マーシー2匹飼ってマーシー&アスカってなんだよそれマーシー&アスカ。もう犯罪者ばかりやないか。やめろ。そのうち清水健太郎も入れたれや。女の子だったらな、この子なこの子じゃないけど、違う子だけど、マリリンちゃん。あー、マリリンか。なんか、スーパーマリオに出てきそうやな。いいじゃん。尾崎めっちゃおもろい。早死にするって。早死にして排水死で死んでまう。何やろうな。何がいいんかな。まあ名前って難しいね。でもね、実際あっちの写真が俺らのみんなはこの寝てるかわいい顔の写真だけど、俺ら見たのほらバナナ飼ってるものじゃん。だから多分、だから分からないから、皆さんでバナナって言われて、それは泣いてきたんですよ。あれ見たら、バナナ、どんだけバナナにしてあげたいんだよ、俺。バナナやで。俺バナナ食えないけどさ。いや、バナナか、マーシーか。マーシーもいいね。いや、マーシーちょっとなかなか面白い。だよ、パールって名前はやめよう、本当に。パールって名前はやめよう。ピーチか。かわいそう、本当に。マーシーいいよな、ほら、マーシー来た。マーシー。キノピオ。キノピオ、花、赤いからな、しかも。そうやね。ベータのバナナ見せてよって言われたらどっち見せる？何話やろ。あ、バナナか？あ、俺のバナナ見せてよって言われたらどっち見せるってどういうことなの？どっちって選択肢もう2個ぐらい欲しいわ。選択肢を与えてからにしてください。選択肢なし。何でオスメス？何でって何で？分からん。何で？あ、オスメス。あれだから成長してきたら成長してきたら出てくるんじゃないですか。そう、出てくるんちゃうと思うよ、多分。田代正史みたいな。何がだからそのマーシーですよ。あ、そのマーシーね。私のバナナ食べれない。こっちのマーシーはね、バナナすごいな。バナナなんかね、あんま俺好きじゃないですよね。俺も嫌いじゃないけど、俺バナナ好きやわ。でもバナナでコロンだってやつこれね、俺おかしいって言われたんですよ、最近。バナナ自体はそんな好きじゃないですよ。バナナ味の食べ物好きなんですよ。何それ。バナナミルクと。それ完全におかしいな。え、それバナナの食感があかんってことじゃん。なんかもう嫌なんですよね。繊維とかが嫌なの。なんで嫌なんだろう。昔から苦手なんですよ。でもバナナアイスとか好きなんですよ。いや、あれバナナの味ちゃうから。何の味じゃんあれは。ほら言うてみ。バナナ風。いや、風でいいんですよ。風が好きなんだこれ。いや、でもいや、知ってる？だってみんな多分そろそろうすうす気づいてると思うけど、ハイチュウとかって結構同じ味や。ああ、なるほど。かき氷と一緒の同じだ。かき氷の容量とかき氷も同じ。いちごとなんだっけ、いちご、メロン、ブルーハワイは一緒。全部一緒の味。知ってたみんな。レモンもだっけ。いや、レモンは違う。ちゃうちゃう。他は全部一緒だから。かき氷は一緒やで。一緒なんだよね。一緒ですから。バナナ栄養幅広いよ。いや、俺この間やったんですよ、それで。俺一緒っていうので。味かき氷を買って目つぶって食ったんですよ。全然どっちかとしても分かんない。あ、やっぱ分からんねや。もう多分見たな感じの色で識別してるんでしょうね、あれ。あんで全然分からん。ああ、そうやろうな。俺の親戚で色弱って色がずっとちゃんと判別できへんねんけど人がおんねんけど親戚に、その人は別にかき氷どれでも一緒って言ったらレモンでも味は一緒や。ああ、やっぱそうなんだね。全然一緒。大人にね、さっきから気になってるんだけどね、今日コメントでこういうのですよ。はいはいって何が分かる。これさっきは突っ込みたかったんですよ。はいはいっていうコメント。はいはいって多分喋ってるやつに多分勝手にうなずいてるよ。はいはいはいって意味も覚えちゃった。はいはいはいみたいな。よかったよかった。やっぱ合図だよ。よかった。これ文字だけだからね、はいはいってなんかこう流されてるのかなと思ってちょっとね、だんだんね、ごめんね、そういうことなら OK、 相槌なら。なるほどなるほど。だからあれですよ、配給見てる？配給はまあ漫画で。俺あれ最近めっちゃ好きやわ。なんでどこ今だって最近っていうか結構前から始まってる漫画だよ。1年ぐらいも経つけどなかなか。だってコメント、あ、確かに正解です。コメントの方が嬉しいです。いやまあ確かに、いやもうガンガン。配給ね。配給面白くない？カラスのだっけ？そうそう、カラスの高校。見てますけど、なんか別にさーっと読むぐらいで。え、マジで俺まあまあハマってんねんけど、お米とお水じゃないです。それ誰に配給すんねん。配給じゃねえよそれ。そっちの配給じゃねえよそれ。あとはあれ、コロ先生。ああ、もうあれはもう昔結構前からあります。暗殺教室。あんまでもさっきもジャンプ見ないんで。何見んの？ジャンプ買うんですけど、もうワンピース、実は配給、あとブリーチ。ああ、ブリーチなんで最後なの？いやもう最近もう2回じゃないですか。ないってこともう。いやまあちょっと石田がちょっとクインシー推しになってからちょっとわけわからん。いやなんかもう全然なんかなんでアイゼンのとこでやめなかったんだろうってすっげえ思うですもんね。俺あそこで俺終わりだと思って読んでたんで。わかるわ。でアイゼンのところ終わって、あ、もうブリッジ終わるんだと。なんかちょっとそうそうそう。いろいろなんかなんかもっと続けて欲しかった反面でもまあ気持ちのいい終わり方したなと思ったらまた始めやがって。なんかね。ぐだりやがったの。そうやね、あれ今ちょっとぐだってるよな。ぐだってますね。あれはもうなんか井上さんとかをあそこにもう持ってきたらもうあかん。もうあの時点でちょっと話してもうなんか別のそうやね。そうやね。あ、銀玉はまあ面白いな。銀玉でもね、ジャンプの中でね、やっぱ一番文字の多い漫画だからね。ああ、俺あれめっちゃ好きやね。銀玉たまに感動するし。いや俺ね、初めの時に銀玉ずっと読んだんですよ。で、途中から感動を入れるようになったんですか。そこから読まなくなった。マジであれはよくわからんなギャグでちょうどいいんだよなと思って。あれはああ、そうなんだ。なんかね、みんな草米したら米数上がる。上がるよ。上がるよ。上がるけど草ばっかだとね、俺どの草拾えばいいかわかんなくなっちゃう。あ、ルロケン時代ね。あ、確かに面白かった。あ、何よりそうや、俺聞こうと思ってて。なんすか？ボルト面白かった。ああ、めっちゃ面白かったですよ。あれはね、そうなんや、もう誰言っちゃうのいねえ、ダメだ。誰か俺と一緒にボルト見に行かないかい。いや、ほんまに行ってくれる方は、こちらの、あ、ここだ、こちらに、こちらに連絡、DM ください。これにか、もう別にこっちでもいいですよ。そう、なると俺、だからジャンプで面白かったよ。それを見て、あれ誰やったっけ、娘あれ、名前出てけへん。サスケの娘、名前出てけへん。サブだ。あ、そう、サラダの回やんか、あれ。あれでしょ、最近のやつ、そう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 。もうあんのみたいな感じで、もう毎週ワクワクしてたのに、終わったんやと思って。もうもう一回違う単行本一冊分だったんですよ。違う編で、次ボルトの回があんねやと思ってて。それがボルトや。あ、それがボルトだよ。映画や。あ、それのことかと思って。でも一人ね、ボルト違うとこ行ってるからね。ウサインの方来てるから、もう。ウサインじゃねえよ。まあ早いけども封筒の螺旋手裏剣頑張って書いたね。頑張って書いたね、ちゃんとすごいね、字間違わずに。いやめちゃくちゃ見たくて。でも面白かったですよ。その周りに何あんまりナルト興味ある人があんまおらんくて、ガーラが好きなの。ガーラが出てきたところで止まってます。それさ、6巻とか7巻だよ。絶対そうやん。中任試験の最初の方、最初っていうか始まる前じゃん。いやほんまにその前、地球に生まれとかってはぁのやつ。意外とナルトファンいないんですか？俺でも、俺ナルトの好きになったの、実は去年です。あ、俺もやね。俺ナルト終わったじゃないですか。ナルトがジャンプで最終回迎えましたってなって、よしと思って行ってからやったんです。俺もそれぐらい。途中から、ナルト読もうと思ってたんですけど、なんかもう途中からだからついていけないと思って。わかるわ。だって俺あれだもん、ホカゲとかさ、いろいろあるじゃないですか。ライカゲとかホカゲとか、俺ずっと同じところに住んでる人たちだった。いや俺もそうだと思う。里違うの、国違いっていう。里ってなんやねんみたいな。要するにあれですよね。俺らからしたら外人と一緒に外人と話してるみたいなもんですよね。そうそうやで。でしょ？ほんまにそうやで。でなんか多分水の国水かけの住んでる雲隠れの里か。そう雲隠れ。あ雲隠れはライカゲかあれ違うか。あれ？霧隠れ。なんか分からん霧隠れかな霧隠れがちょっと島みたいになってるからあそこ日本だとして位置関係的にじゃあこの葉中国かなとかいろいろ考えながらあいつらに外人で話してるでしょ言葉違うはずよね言葉ね絶対違うもう化けきつじゃないあいつらこのあそれ一貫ね一貫あ名前忘れちゃったあいつやろあれ先生先生なんかいろいろ忘れるわ先生イルカ先生ああそうイルカ先生だカカシじゃないカカシ先生それ一番最初あれでしょ多重掛け分身覚えるとこじゃんそれナルトが禁術って言われたね外人さんはあそこ大きいって本当知らんがな知らんわなんで俺ら見たみたいないきなりその話だよボルトの筋肉美にいやボルトめっちゃ見たいねなりつまでやってんねやろまだやってんじゃないですかほんであれやろテッドとかも始まるやんテッドが8月の 28？ そうなんかそんぐらいテッドは絶対見に行くねんけどあれって今俺好きなシーン井の中の川図を海で散るこれジライアが死んだシーンねこれ誰なんこれジライアが亡くなっちゃったシーンでしょこれ誰なんこんなめっちゃ詳しい人おるやん秋名市長さんそうやねんもうめっちゃ見たいねんけどほんま誰か一緒に行ってくれません俺は結構本気ですそこでやってるやんねやってますそこでやってるんでぜひぜひ俺公開日初日行ったんですよねいっぱいいたんじゃんめっちゃいましたねでもこれは皆さんにねもう内容は言わないよもちろん言わないけど言えるのはやっぱ俺は公開日だったからみんなうわーって行ったんですよいた上で最後の最後の最後のシーンでみんなでえーみたいになるシーンがある何それこれちょっとこれをね楽しみにして見た人はわかると思う黄色いメガネのやつの面白い名前なんだっけ黄色いメガネまだ色がわからねえこれこれかなこれ今何この黄色いメガネのやつ面白いってこれ黄色いメガネって何の話誰やナルトのキャラそんなおっとなってなるよあとゴジラのところだよそうゴジラのところすぐそこにあるテッド2見に行こうよ行こうテッド見たよな黄色いメガネって関西人でも違うと思うよ分からへんテッドってみんな分かってんのかなって思うね俺それ言ってたよあ、言ったな冷蔵庫でこんなそうクリームつけそう鼻真っ白なってるのがなんでか分かってるっていうそれ言ってた前言ってたよ前でいつ言ったんだっけなそれ結構前のおひげさんで言ってたよそうボコボコしてるって分かってるとか思って子供とかねそれ見て笑ってるけどなんでか分かってんのって話でしょそれなんか言ってたそうやねん分かってんのかななんでだろうってなんでだろうななんでっていう人おるだってそれ分かってなかったら面白くなくないそこは多分映画制作者はそこは分からないなら分からないでいいっていうところなんじゃないですか別にそれでもどっちかやったらメインじゃないだってショッツの楽しみ方でしょそれいや蔦屋行ったら一緒にボコボコしようぜって書いたんでしょあかんやろみたいな分かったらダメよ子供は分かんなくていいんだよだからいいんだよ子供は子供はクマが動いてるってだけで面白いんだからでも子供見たらあかんやんなあれ確か15金かなんかで海外やったら20歳以上かなんかやんなあれらしいよあそうなんですかそうキャラのあんなクマのそう葉っぱが好きやねあいつはそうジャンキーあいつめちゃくちゃジャンキーやからねあ CM は抑えてる確かにそうなんだよ卑猥なクマのやつ本編は半端ないだってあれワンでスカトロとかやってたやろそうなの覚えてないよ俺なんか女なんか1回見たんだけど別に1回以上見ようとは思えない作品だった別になんか1回でいいから俺でも最後らへんちょっと泣きそうになったなワンの時首こうなんだブチーなったんだっけそうでも動かなくなっちゃったねそうあの時は泣いたね全然泣けなかった全然泣けないボコボコ気になるそれは先週さパパラパールでさ泣ける映画とかどうかって話して言ってた俺はテッドって泣いたよテッド？テッドで泣いた俺でもめっちゃいろんなんで見たで泣いたでじゃあ今日はこの間はパッパラパールだけだったから、今日残り15分しかないから、この15分間ショッツの泣いた映画とかまあ行きましょう。ショーシャンク超泣ける、あれやろう。あれやばい、あれ今名作だと思うよ、あれ。いや、ほんまに、ショーシャンクは見た方がいいよ。このタイミングで CM まさかおいおいじゃあちょっとショーシャンクの話をちょっと置いといて、CM で。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずは、ナイトチューブ最大の武器である、レギュラー番組から、Here we go!毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょ、ナイトチューブ試した人から面白い。こんな感じでショーシャンク。ショーシャンクの画像。横だっけ？後ろ向き？後ろ向きだったかな。なんかこんな感じ。こんな感じです。内容を軽く話すと、ショーシャンクの空にっていう画像、作品ですよ。ショーシャンクじゃん。あれって冤罪で捕まんねん。冤罪で、刑務所に入れられちゃう。冤罪、ちなみに冤罪だよ。本当。でもその人はやっぱりできるからっていうので、こういいポジションのとこに。そうそう。なんか経理とかもさせられたりとか。いろんなことさせられんよ。でも実際はまあこの長いスパンをかけて脱走したのでみたいな、ずっと穴掘ってね。そうそう、まあ話じゃないけど、その続きは見た方がいいよ。ちなみに俺らその作品で泣けるって言ったのはその先だから。そうその先だからね。そう。ちなみに結果俺あの作品で泣けたのは主人公じゃなくてモーガン・フリーマンだから。それね。ああ、これだ、ああ、ちょっと惜しかった。ごめんとごめん、ああってやってんねや。そうそう、これね、このモーガン・フリーマン、ティム・ロビンスっていう人じゃなくて、その隣の黒人のおっさん、このモーガン・フリーマン、この人の役どころがすごい、めっちゃいいよ。めっちゃいいところ。めっちゃいいし、なんかモーガン・フリーマンって結構いい映画めっちゃ出てますよね。しかも絶対主役じゃないんだけど、そうやね、めっちゃ出てる。名脇役と言ったらまあ、そうですよね。もう間違いないです。だって結構いろんなのに出てる。ぶっちゃけ今のこのトークの流れで言っておすすめが何って言われて、今の言うわとりあえずショーシャンクの空に押すわ俺は。それとショーシャンクスじゃないけどね。だってショーシャンクってだって年代ちゃうっしょ。全然違うんですけど、あれはだってもうその時ね、ツタヤ行ったんですよ。ああ、あるでしょ、泣ける映画、名作みたいな。そうとりあえず俺なんかもういい映画見たくて、面白い映画。ああ、わかる。それで俺ちょうどその前になんかのテレビ番組見てて、いまだにこの作品がTSUTAYAのレンタルランキングで入ってるっていうので、ベスト10以内にショーシャンクの空に入ってるんですよ。なるほどね。それ見て、これはなんか一回は見とかんと。いや、それは見といた方がいい。いや、ああいうコーナーのは見といた方がいい。見といた方が絶対いいっすね。絶対見た方がいい。それで見たんですよ。なるほど。そしたら最強に面白いじゃないかこれと思って。あとはもうレオンね。レオンは俺20回ぐらい見てる。あ、もうレオン別に。あの時のナタリー・ポートマンが可愛い。要するにショタコンじゃん。先週もこれ言ったんだけどさ、ショタコンじゃん。俺でもリュック・ベッソンの作品が結構好きなんです。そういえばベッソン延滞どうした？払ったわ。それ払ってなかったらもう 2,3 週間延滞しとるやないか。3日で7000円だったわ。あ、レオン音楽いいね。最後のやつやろ、最後のとこやろ、あれいいよ。レオン2回ぐらいしか見てないから。マジで。いや、もうリュック・ベッソン作品は俺ほぼ見てんねんけど、山かしってやつも面白い。山かしなんかビル登っていくの。うちの犬レオンだよ。あ、そうなんや。ああ、レオンさん。あれ誰か来たんちゃう？ああ、これね。あ、そう、レオンね。これのマチルダが可愛いね。ジャン・レノーかっこいいよね。そう殺し屋やねんけどね。俺でも最初初めて俺映画見た時はジャン・レノーとジョン・レノン全然分からなかったよね。名前だけこう見た時にあれ死んだんじゃねえかって俺は思ってた。でも残念のが出てる系やったらわさびかな。わさびね、あれもリュック・ベッソンやん。あれ確かわさび確かさ、そう広瀬涼子ですよね。そうあれよかった、あれはいい作品やと思うよ。日本人なんだろう俺名作、いや意外と俺これって押すような作品がないんですよね。あこの前パールの時にグリーンマイルとか出てきた。あとなんかあれ何やったっけ、走るやつ151Aのあれ何やったっけ、走るやつ、そうトム・ハンクスのやつずっとひたすら走るやつ。わかんない、どんな話したっけ、何やったっけな、なんか忘れたけど一つ出てけへんかったんがキャストアウェイってやつなんやけど、ああなんかねそれ出てた俺。あ出てた、じゃあなんかコメントで来てたね。あそうなんや、キャストアウェイって俺その時それこそ銀玉でね俺ジャストアウェイが出てきてなんで爆弾の話してんだろうと思って。キャストアウェイはこれ遭難する話じゃねんけど、キャストアウェイ遭難っていうか島に流されて遭難すんねん、無人島で。でそこに流れ着いてくる物資みたいなんで生活するみたいな感じなんだけど、ひたすら遭難してるそいつしか出へんけど面白いのそれ。いやもう寂しくなりすぎて流れてきたサッカーボールとかウィルソンのサッカーボールとかが流れてきて、もうそいつとかに名前つけんねや、ウィルソーンみたいな感じ。寂しい。ウィルソン。ちなみにね、映画の話したからね、先週と同じ名前出てきたもん。シックスセンスとかね、アイアムサンとか、先週も出たからね。あ、じゃあ俺、キャッチミーフー感ね。俺じゃあね、一つだけおすすめしますわ、皆さんに。これちょっとみんな好き嫌いあるからね、わからんけど、別に感動系じゃありませんよ。面白いんだけど、永遠の、俺同級生と見た映画でね、これは永遠の B 級作品だなっていう話したんだけど、これはもうなんか、どんなに好きな人が見ても1位にはなれない、むしろB ランクで1位になりそうな作品、永遠のマイナー映画って俺ら呼んでるんだけど、ロック U っていう映画。ああお知ってる、あれやんな、ヒースレジャー。えそれってあれリュック・ベッソンじゃなかった、ロック U って。あれそうでしょうか、あれやんな、剣闘士のやつやんな。そうなんか身分を詐称してって。俺見てないねあれ。バカマジで見たほうがいいな。あれはめっちゃ面白いわけじゃないけど、永遠のマイナー映画ナンバーワン、俺の中では。もう永遠の出たってなんやねん。結構みんなにね俺おすすめしてんだけどね、出たって言われるぐらい。もうそれやったら俺永遠の B 級やったら俺たちに明日はない、俺たちに明日はない。あこれそうあこれあれ見たかな。でも面白いよねこれ。面白い。なんか俺予告編で見て借りようと思って借りてないわこれね。これはいいよ。ちなみに今俺これ久々にこの間見たくて、これ今レンタル中。これなかなかなくて、あないんや。でなんかすげえ端っこのコーナーにあって、さすがマイナー映画と思って書いたんだけど、いやすごいなんか面白いんだよね。マイナーやった？あれ結構押されてなかったっけ、ロックユー。そこまでですよ。マイナーやって。へえそうなんや。そこまでだよ。あマジで？だって同じ世代の映画とか見たらもう有名なのボンもあるもん。もっと有名な。それこそね、それこそねオーシャンシリーズの始まりらへんなんですよ、一緒に出たのが。ああもう影に隠れちゃうよ。それはもう隠れるわ。隠れちゃうよね。しゃあない。だから、ちょっとね、あれって、どういう感じ？あれ闘技場みたいな戦う系？戦う系だけじゃないんですけど、要するに、グラディエーターみたいなのとまた違うんで。あ、ちゃうんや。戦うだけじゃないんだよね。戦うは、なんか、2番目みたいな感じ。あー、そうなんや。それ以前には、なんかね、革命みたいな。競技なんですよ。スポーツみたいな感じ。言ったら、フェンシングみたいな感じ。ちなみに、貴族のスポーツなんよ。でも貴族しか要するに出れないんだけど、主人公のヒース・レジャーの主人公の役は一般市民なの。だから身分詐称して出続けてっていうで、残り時間がね30分ぐらい切ったぐらいの時にはもうオチとか全てなんかこうだんだん予想として違うついてきちゃうようなマイナー映画っていうか、もう B 級映画なんですけど、俺の中では永遠の最強の B 級映画。あれはもう俺はもうだから俺たちに明日はないっていう。俺たちに明日はない。俺たちに明日はない。ボニー&クライドって。なんか聞いたことあるぞ。俺たちに明日はない。そうそう。ボニー&クライドっていう、まあ言ったらあれですよ。盗賊、まあギャングスターのもう窃盗とか繰り返すような男に惚れちゃったみたいな惚れるんだね、一緒に銀行強盗とかしようぜみたいな感じで逃げていったりとかする。俺たちに明日はないね、ラブロマンスみたいな。あ、ラブロマンス嫌い。いやでも最後なんなんまあ最後言ったらあかんな。まあ落ちるっちゃダメでしょそれ。面白い面白い。今落ちるようとしたでしょ。いやそうやね、そういう歌とか、そうこれこれこれマイナーとかいうじゃなくて時代が違うやんもう。いやでもこれ時代ちゃうから見えへんやん絶対。見ないね。でも見た方がいい。あ、じゃあそうそうそう、来週までさ、来週かさ、あさ、できる来月か、来月の1週目までに2人で別々でね、マイナー層で面白い映画探しません？それやろやろそれやろめっちゃ面白いそれ。来月の1週目マイナーな、ローマの休日とかそんなダメだ。あ、じゃあお題何個か1個やったら多分あれやから、マイナーな B 級映画とまあマイナーなドラマ、海外ドラマ。ああいいねいいね。それと海外ドラマ長いわ。俺海外ドラマ迷宮なんめっちゃ知ってるね。ね、毎日仕事あるからさ、そんな見てる時間。いや俺も全然ない。映画1本ぐらいがギリギリだって。映画見るぐらいでも来月っしょ。来月だから、来月まで2週間ぐらい、2週間あるから2週間で見れるだけでいいから映画2週間。映画じゃあマイナーな洋画、マイナーな邦画。おっもう俺すでにあるわ、めっちゃあるわ。ちなみに、俺たちに明日はないとロックなしで。あ、オッケーオッケー。もう出しちゃったから今。海外ドラマはいっぱいあるよ。だからジャンルは問わずって。ああ、それでいこうそれでいこうそれでいこう。ちょっとラブ系やめよう。あ、ラブ系やめるよ。分かった。俺まずラブ系見ねえもん絶対。俺この前なんかコメントで聞いてたけど、日だまりのグラウンドもめっちゃいいで。日だまりのグラウンド、キアヌ・リーブスが出てて、野球の少年野球の監督をすんの。それがまあ言ったらもうめっちゃ治安の悪いところでやるから、その途中でその少年たちを教えるけどギャングスターの構想とかあったりするわけよ。あ、ちょっと見たいそれ。めっちゃ面白い。だからそのキアヌ・リーブスはもう全然何にもできないもうクソったれの男がその少年たちにこつバイブスもらって、やばいラブ系バッチリやったんでみたいな。めっちゃ面白いから見た方がいい。ラブ系ラブ系。あと俺バスケ好きだからあれも面白かったな、コーチカーター。ああ、それもあれじゃん、デンゼル・ワシントン。デンゼル・ワシントンでしたっけ。ちゃうかったっけ、黒人の。多分そう、デンゼル・ワシントン。あれすごい面白かったなだと思うな。すごい弱小チームに行くんですよ。そう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 。でそれを強くするっていうね。もう1分前な、早ない。いやでもあれも面白かったです。でもやっぱりね、ラブ系な、見れるかな。ラブ系か。とりあえずほらスタヤでもゲオでもほらジャンルにこう分けられる。サスペンス、アクションとかあるある。コーナーから SF とかも全部含めて、コーナーからマイナーそうなやつを1本ずつ借りればなんとかなるかな。いこう。全然面白くなくなったらどうしよう。でもあれだけは見にといて。B 級でも全然面白くない。あれ何やったかな、トップ・オブ・ザ・ワールドやったかな。何それ。もう全然おもんない。あとね、グロい系が好きな人はデッドコースターってやつ面白い。へえ、そうなんや。デッドコースターそれまた B 級じゃないの。B 級なのかな。俺ラブ系は遠距離恋愛、彼女の決定最高だ。へえ、なるほどね。じゃあちょっとデッドコースター知る。あ、意外とメジャーだな。今日ありがとうございます。今日もありがとうございました。なんかおひげさんのオフ会みたいな感じだった。いやいや、今度映画会やります。見てくださーい。伝え込んだ仮面をやめ、ガラクタに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街でこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。